ム CFC、これよりポイントけてるから離脱します。SCP 報告今ですか？アイテム番号 SCP-556JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-556JP 内の現存する居住区域の管理、行政は日本政府の管轄を離れ、日本財団支部による管理下に置かれます。SCP-556JP の周囲には150メートル間隔で観測機器を設置し、常時侵入者がいないか監視してください。一般道には検問所を設け常時2人体制で監視し、外から侵入した人物は速やかに SCP-556JP 外に出してください。状況に応じてクラス A 記憶処理を施してください。万が一 SCP-556JP 内からの退去を希望する SCP-556JP、A がいた場合状況に応じてクラス A 記憶処理を施し、退去を阻止してください。毎月第1水曜日と第3水曜日の午前9時に指定の生活用品及び食品を SCP-556JP 内の指定店舗に輸送してください。説明 SCP-556JP はかつて北海道、郡に指定されていた地域とその周辺、及びその範囲内で発生する異常現象です。日本時間におけるおよそ17時から翌日早朝の5時までの間、SCP-556JP 内に哺乳類が滞在、侵入すると SCP-556JP 内にそのような個体が全く存在しないにもかかわらず、カッコ学名 H オモエオグリルスジャポニクスカッコ閉じ、スズムシの鳴き声を耳にします。この現象は夜間の間であれば通常の個体の生息時期に関わらず1年を通して常に発生していることに留意してください。この存在しないスズムシの鳴き声を3時間6時間継続して聞き続けた哺乳類カッコ以降 SCP-556JP、A と呼称カッコ閉じはミームを全。オーケー、太陽及び昼の概念を消失します。人間の場合、1日が24時間という概念は知覚しているものの、通常昼間として指定されている時間帯においては太陽は月として認識し、太陽光を知覚できないため視界が極端に狭まります。またそれに加え、スズムシの声を24時間常に耳にするようになります。この影響は SCP-556JP 外に脱すると消失します。しかし長期間 SCP-556JP に暴露した個体は日光に対する耐性が極端に低下し、結果的に多くの場合精神疾患や慢性的な疾患を発症します。原因が不明でありながらこれらの疾患を発症した人物を発見、調査した結果、SCP-556JP の発見につながりました。個人差はあるもののおよそ1ヶ月間以下の滞在であれば日光に対する耐性の低下は軽度で済むことが確認されています。身体的には SCP-556JP 内でも太陽光を浴びているはずの SCP-556JP、A が日光に対する身体的耐性を低下させてしまう原因は不明です。SCP-556JP 初期調査記録ログ。日時2000年3月、日午前7時30分。調査担当エージェント、小畑、夫妻厚生労働省の基礎生活調査を名目に実施。また SCP-556JP 外からの通信指示を白波瀬博士が担当。インタビュー対象の住人は SCP-556JP、A、1と呼称。録音を開始。これより SCP-556JP の調査を開始します。一見したところ平和な街の朝といった。いや、こんな朝に街灯がついていますね。あとフクロウの声も聞こえます。スズムシの声は聞こえますか？いえ、今は聞こえません。わかりました。しばらく周辺を探索してみてください。小学生がいます。集団登校中でしょうか。見たところ A ほとんどが懐中電灯で道を照らしながら歩いています。引率の保護者らしき大人もいますね。インタビューを試みてください。了解。引率を終えた頃を見計らって話を聞きます。おはようございます。少しお時間よろしいでしょうか。はい。こんばんは。身元説明と重要度の低い会話を省略。では学校は問題なく機能しているということでしょうか？はあ、うちの子のところは普通に良いに授業が始まって、暮れには終わって帰ってきて、学校楽しいって言ってましたし、特に何も問題はないと思いますけど。そうですか。それなら良いんです。ちなみに今落ちちゃった。良い、とか、暮れ、とは一体何でしょう？他の地域ではあまり聞かない言い方ですね。ああ、そうみたいですね。
テレビではあまり聞かないですし、方言か何かなんでしょうかね。ロイっていうのは、ウスキが地平線から出てきてから10時頃まで、暮れは、だいたいウスキが沈む頃ですかね。あ、その間の時間帯もウスキが真上に登ってる間は陰とか真影とか言います。すいません、説明下手で。いえいえ、とても勉強になります。すいません、ウスキというのは。あ、これも方言なんですか？へえ、ウスキは1日の前半に登る月で、後半に登る月はサスキって、簡単に言えばそんな感じです。なるほど。お時間ありがとうございました。録音終了。SCP-556-JP 内の文化は我々の暮らす通常の生活様相とあまり変わりありませんが、朝、昼、夕、太陽、などの概念が消滅したことにより、幾ばくかの独自の言語が使用されています。このことから、SCP-556-JP、A 群は太陽及びそれに追従する概念を知覚できなくなったことを長期間自覚しないまま生活を送ってきたと見られています。SCP-556-JP 一体が SCP-556-JP の影響下に侵された時期ははっきりとは断定できませんが、1996年から1997年にかけての当該地域での1ヶ月前の犯罪件数がかすかに増加傾向にあったことから SCP-556-JP の発生時期との関連性が疑われています。また、地形的な問題から交通網がほとんど整備されておらず、外内部いずれからも人の往来が極めて少ない地域であるため異常性の発見の遅れにつながりました。201年現在 SCP-556-JP 内で生活している SCP-556-JP、A は20、体です。これらの個体は SCP-556-JP 内に長期間滞在しているため、影響外に脱したとしても通常の生活を送ることは困難であると推測されています。SCP-556-JP、D、4324-23インタビューログ。インタビュー対象 D、4324-23。担当白波瀬博士、フキ D、4324-23は10日間 SCP-556-JP の影響下に置き、期間中数回の小規模実験を行った数日後にインタビューに応じています。インタビューを始めます。まず SCP-556-JP 内に滞在していた当時の記憶はありますか？はい、変な体験だったんで今から考えてみると夢で見たような感じですけど。一応記憶はあります。まだ若干太陽を見ると目が痛くなるんすけどそのうち治るんですよね。徐々に慣れていけば問題はありません。影響下にあった当時のことを詳しく説明してください。最初に宿舎に行ってなんか色々説明受けて、一日目は特にあることなかったから寝て起きたらまた夜だった。その時は何とも思わなかったんですけどね。今から思えば色々とおかしかったですね自分。ビデオ見させられた時も昼の映像だったのに夜の映像だと思って見てましたし、まず昼とか太陽とかの意味がわからなかったんですよ。なるほど。日中の様子はどうでしたか？当時でいう午前6時から午後6時ぐらいの間の時間帯のことですが。だからずっと夜だったんですって。部屋の中にいる時はずっと電気つけないと真っ暗だったし。外出の時間に外に出たら月明かりと街灯があったんでまあちょっとら明るかったですけど。まあ今日もスズムシが鳴いてんなぁとか思いながら。最初の数日は辛かったんですよ。一日中肌寒いってのに上着が支給されてなくて、勘弁してほしかったです。そのスズムシの声に何か違和感を感じたりはしませんでしたか？常に聞こえていたと思うんですが。ほんと準備はちゃんとしてくださいよ。こっちは協力してるってのにさ。なあ先生。質問に対する答え以外の発言は控えてください。いやあただのスズムシの声としか思いませんでしたけど。四六時中聞いてても飽きませんでしたけどね。綺麗で。あのままずっとあそこで暮らしてたいぐらいですよほんと。今でもあの鳴き声を聞きながら寝るとよく眠れます。今でもとはどういうことでしょう。D クラスは全員隔離された収容棟で寝起きしてるはずですが。そうですけど、夜は毎晩聞こえてきますよ。近くの草むらかどっかにいるんでしょ。なるほど。ありがとうございました。これでインタビューを終了します。
ホイディ、4324-23 の供述から調査を行ったところ、およそ89日の間継続して SCP-556-JP の異常性に暴露した実態は、SCP-556-JP 外に脱した後にも夜間に存在しないスズムシの声を耳にすることが判明しました。この異常性に特に大きな実害はありませんが、異常性を取り除く手段については見通しが立っていません。あら、何でしょうか。急に赤い霧が出てきたようですね。ゲンダロスではなさそうですが、